居心地の良い初来パネルのカロ台で乙女調査です。おはようございます。しんのすけの弟子ペルペルです。本日は千葉県にありますウエスタン浦安柳通りテニス間にてペルペルダブルパニック収録させていただきます。今日も雨です。今日も戦国乙女4乙女調査やっていきたいと思いますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いします。ボーン。朝一ゲーム目にフリーズっていうのは人生の中で一回もないです。それではスタート。おーいい。さあ本日が7月の16日ファースト協定、3連休後の土平日火曜日、抽選が約40名様ほどですね。引いた番号が、4連に1回の1番引いてしまいまして、一番後ろに並んだんですけど、まあ、いつも一番後ろに並んで、まあ、大抵後ろの方の番号を引くんですけど、今日はまさかの1番ということで優雅に、この場所座りました。今月は波がうなぎ登りです。波がうなぎ登り、バイオ R1 にしろ、戦国乙女4にしろ、他の騎士はちょっとダメなんですけど、この2騎士に関してはだいぶ波が戻ってきました。実は、ここ6日間ですね、ウエスタン系列さん、6 days やっております。今日が最終日、6 days の最終日ということで、伝説が起こしやすいこちらのウエスタンレース柳通り店さんで、どんな伝説が待ち受けているか、もう抽選の時点で伝説を作ってしまったんですけども、調査内容に伝説が残るかどうか。やっぱ戦国乙女の方は設定不問な、部分が多いと思いますんで、このポイントチャンス損にしても 5% ぐらいしか変わらないんで、あまり参考にはしなくなっちゃいました。設定推測の要素としてはあまり重要視はしてないところ。じゃあどこを重要視してるのかと言いますと、 AT 中の100ゲーム以内のボーナス当選率、ここが解析出てないですけども、解析出てないからこそ設定差があるんじゃないかと思っております。同説。なので AT 中の100ゲーム以内の当選ですね、ここに、重要視して最近は設定推測してます。ゴー。97ゲーム朝一天国でした。外し4本です。目標はいつでも出陣の時。30。通常時のあの規定ゲーム数はそこまで設定差がないかなと思います。もうその六角下で下台も350全然抜けておりました。ただ100ゲーム前半だったり200ゲーム前半だったりの当選もそこそこ見受けられてたんで、そこもちょっと設定差がありそうな気がするんですよね。低設定っぽい乙女打ってても100ゲーム前半だったり200ゲーム前半での当選って1、2回あればいいなぐらいなんで、ただ350も、全然超えると、いうことです、ね。まあ、設定推測難しいですよね、戦国乙女4は。まあ、スタンプ出たらもう上かなって言っちゃいます。カスタンプ、設定2以上のカスタンプが出たとしてももう上挙動です。基地スタンプよりも強いと思ってます、カスタンプは。さあ、朝一の 1%。 OK、 グレイツ。出だしは20丸。さあファースト強川ラッシュ。セッティングから突きスタートで、AT 中100ゲーム以内の、あのボーナス当選、高設定ほどしやすい説、AT 中に引いたボーナスですね。なので、出陣ボーナス後の、モード以降、
に設定差がそこそこあるんじゃないかなと思います。今回は通常時に引いたボーナスから AT 入ったんですけど、ここはおそらく設定差があまりないかなと予想してます。 AT 中に引いたボーナス後のモード以降ですね、ここに注目視して設定推測今日していきたいと思います。さあ50ゲーム妨害バトルです。ただ AT 終了のサンプルを多く取るためには駆け抜けでいいんですよね。ここはない。おお、元隣画面234枚です。73軍技、あ、レア機引いてます。軍技の1ゲーム目の申し上げますがレア機引いてます。スイカちょっと熱いんですよ。旗組はちょっと熱いんですよ。ただ AT の引き戻し前兆は演出盛りやすいですからね。で、もう一つ忘れてました、設定推測要素。これも個人的な予想なんですけども、 AT の引き戻し率、こう設定ほどしやすいんじゃないか説ありますよ。一応 10% なんですけど、強化ループが今強化ループなんですけども、個人的にはこう設定ほど引き戻しやすいと思ってます。萌えカットイン OK。 これどっちか、待って、これで入力しちゃってるの。これ今演出の萌えカットインなんですけども、これでリードオーク2段階したらまた萌えカットインが出るのかっていうのがまだ確認取れてないんですよ。でポイントゼロ、2回目。これは AT の引き戻しなのかボーナスなのか、両方当選してたらエピソードが出てくると思います。90ゲーム、お復活、あー外れる。これはいい流れでした。もう完全にあるんじゃ、もう前兆内容強かったですからね。ただ AT の引き戻し前兆は演出盛りやすい、これが頭の中に入ってるとあの演出が外れたとしても納得がいきます。これチャンスゾーンいきますね。いや、ボーナスの可能性もある。あー、これはチャンスゾーンか。ただここ今考えられる状況は、さっきの前兆がボーナスの前兆で、道中に AT 引き戻し当選したらこの演出の後に出てきます、まあ、これ成功したらチャンスゾーンか AT どっちか。あ、そもそもいない。これはね、いい流れです。すごくいい流れ、予想を覆してきてくれてる。これミソですよ、276で、ポイント0になりました。4567、7ゲーム目に発展です。ポイント0か、7ゲーム目に発展はチャンスゾーン濃厚 OK。 285ゲーム、6-2です。リベンジキュンアタック、1人目は取りやすいですよ。ボーナス節ですけども OK。 節説、そして銅説。あっついね。チャンス目、僕は小太郎。オッケー、もう熱いですよね。この秀吉の1回目の戦国止めボーナスでAT 入れられるか入れないかで今日の全てを決まります。勝負、さあやりましょう。305ゲーム、総投手7本、さあここ AT 入れられれば信長か辛抱覚醒どっちかが確定になります。間違ってエピソードを持ってきちゃってもいいけど、やりましょう。チャンス、いや
裏告知最終ゲームプッシュボタンゲームやります。50、30か、まあ、これ遅れナビとか来ちゃうとちょっと面白くないんで、もうレア役なしで違和感もなし、これで最終ゲームプッシュをして鳴った時が発狂門です。チャンスゾーンで信長取ってますんで、ここ AT 入ったらしつこいようですけど、信長か辛抱覚醒どっちかできます。いや最終ゲーム、もうこの29ゲーム間レア役も何も引いてないんですよ。でも最終ゲームでレア役を引く、弱チェなんでこれ 13%。 さあここで、最終ゲームなんでプッシュボタン押して鳴ったら信長か辛抱覚醒どっちかが確定になる今日一の勝負どころです。いきます。終わりです。いやー取りたかった、結構悔しいんですよ。だいぶ差がありますよ。総理グースしさ、いやーそこは取っておかないとダメだった。さあ行きましょう。305ゲームか、305ゲームなんで、そこから24足して332ゲーム以内に規定ゲーム差あればこの後出陣ボーナスができますが、ちょっと332は厳しそうなんで多分来ないと思います。あ、来ました。300ゲーム前半で当選してました。うん、ここで信長できたらまあさっきのはチャラにしましょう。おー元近の上は確か信長、元近の上は確か信長の、オッケー、いやオッケーじゃない。さあリプレイ 50% で上乗せで、上乗せした時の 33% で昇格、リプレイの 50% で上乗せで 33% で昇格なんですけども、やっぱり強めの演出でリプレイとかだと必ず昇格してます今のところ、うん、さあ20ゲーム乗せ、いいね、終了画面が結構いいですよ。さあ天国行ったら間に合うゲーム数持ってます。80ゲームスタート、 OK、 80ゲームで大外バトル、天国行ったらこの大外バトル勝てます。逆に天国いなかったら負けます。あ、負けるか設定差のあるところで大外バトル勝利の可能性もありますけど、いやーないかー、まあ、まだわからないですが、ちょっと危ない、ちょっとどころじゃない、結構危ない。元隣2回連続ない、天国はない、535倍です、ないかー。 OK、 347ゲーム出陣の時チャンス、出陣の時チャンス、まあそんな簡単には閉まらないですよ。そんな簡単には閉まらないです。強制で引いただけじゃ、おお、エースなしロック、いやいけるか、エースなしいけないか、旗演出に1票。あ、でも宇治松さんの可能性もあるか。あー、ステップでした。これは 50% ボーナス取ってるかなと思います。
さあ156円 V6 に何回の 50% ボーナスを取ってスタート。今年変わらず7本です。今98もあります。まあ今のところの期待度は 20% ぐらい、うん、あれ146 100ゲーム前半での当選、今日初、ちょっと怪しくなってきました。さあこの台まだ350抜けてませんが、今ボーナス3スルー、4回目のチャレンジ、96ゲーム。これは、スイカ後期は基本的にスイカ、それ以外だったら熱いんで、ここチャンス目がいいのスイカ。さっきのパターンのスイカは寒いです、暑いです。あえての弱チリでした。これは外したくないけど外してもいい、右弱チリ。吉本205枚です。さあ乙女アタックでいきましょう。189ゲーム、3回目のチャンスゾーン。スイカ投資、大貝村雨ときたら小太郎ですよね。消化小太郎は倒して当たり前。当たり前のことができないとダメですよ。いや、あの昇格小太郎はチャンスの失敗時の256分の1のプレミアム乙女アタックを引くための負けだった可能性もあります。引くべきところを2回スルーさせてます。1回目は乙女アタックの秀吉と信長を取れての最初のボーナスで AT に入れられなかった。そしてさっきは家康と昇格小太郎で負けてしまった。ん？おお。おお。14ゲームで8点、まだ油断は してません。いやオッケー。342ゲーム、外し14本、350まだ超えてないですこの台。まだ油断してない。30分の28ゲーム目、いやちょっとこれいなくてもしょうがない。 OK、 4人画面いきましょう。4回目の強化嵐、4人画面だったんで、C 以上、もしかしたら天国の可能性もありますんで、30ゲームは最低ライン、30ゲーム乗せることが最低ライン。いやー何もできない。50ゲームです。レア役、レア役、
アツナビの信長。うわー、ここで引いておりました。チャンス目。いやー、ボーナス終了画面4人いたんで、ワンチャン天国なところで、これリーロック、そしていかない、贅沢強チェリー。いやー、あー弱いです。多分さっきの総理のところで負け戦だったと思うんで、あれ行きますね。あれで負けてたらまた再抽選で 50% のループになるのかちょっと分かんないんですよね。とりあえず目指すは20戦。50ゲーム。そして73ゲームです今。いいね。6、2、ノーチャンス目。強チェリー。いや、天国いないか。いや、いいね。これ、でも今91ゲーム目なんですよ。本前兆を示唆する黄色、2黄色か、ベルフリーズか。それ以外か。ベルフリーズではない。ということは、本前兆。天国、います。この後、OK。もう回路いっちゃいましたからね。93ゲームで。ってことは、あそこの大替バトルの勝利はめちゃくちゃでかかった。結構ずれましたね。106ゲームこれは天国出陣ボーナス。秀吉が3人揃ってます。やりましょう。さあ、乗せましです。2人画面残り46ゲームなんで、また30ゲーム乗せられるかどうか。さあ、46ゲームレア役狙って、4回目の終了画面、元就、561枚です。元就3の吉本1。さあ、94ゲーム天国、天国ですね。いやー弱いかー。 OK、 548ゲームさすがの530軍技でした。いいねー、いいですよ。おそらく弱地で取りました。すごくいい。
あらららら、ら贅沢ですね。オーガイバトルのストックも取っちゃいました。おお、強調の 55%。 さあ反撃いきます。今日は AT 中が全然やれてないです。50ゲームオーガイバトル。さっきの完全告知中の、ボーナス中にオーガイバトルストックしたんで、ここは勝ちますんで、ヨシテル狙って、カンス。あー、贅沢レイアクですね。追撃。さあ20戦で天国いて、いやまだ63ゲームでした。さあ112ゲーム。演出っていうかナビなしレアクは今のところ実戦上ですけども継続は確定します。ナビなしが意外と熱い。元成多いです。337枚、元成4回目。さあ790ゲーム、 A 点最深部到着です。よし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 、今日2回目のロックにからのこらえ355ゲームロックに 50% ボーナス相当し46本。次の AT でラスト AT です。レイアクしてレイアクして、あーチャンス目っぽいな。行くしか、オッケゲーム遅い、時刻は17時9分ということであと1時間弱で、移動しますんで天井は難しい。12ゲーム目で8点。いやー なくはない。でもあれより OK。 42ゲーム外し48本。裏告知、いやー全部30か。わー、やりました、遅れました、押しちゃいましょう。
ラストエティ。大貝バトルのストックも欲しいところです。欲しいところでした。5% ですよ、弱チェは。欲しいなぁ。贅沢に。2つ欲しいなぁ。55%。いやぁ、取れないんかい。一回取ったら取れないわけでもないんですよね。一回、ボーナス中に2回大貝バトルのストック取ったことあるんで。可能性はあったんですけども、さあ AT プラス大貝バトルのストックも取ってラスト AT。 ちょっとまあいいでしょう。エンディングです。君がいた風に。おららららら、煽りがなかったですね。前回右左中、2回前は中右左なので中右左でいきます。逆押し大失敗。いやー、今日は駆け抜けばっかりです。今日も駆け抜けばっかり。ただ大貝バトルのストック裏告知で取りましたんで、よしてる。1.2% ぐらいで80% ループ。イエロー。あれー。オッケー。どうせつ。いやー、ここまでか、ここまでか。さあ110ゲームです。134ゲーム以内に規定ゲーム数間に合ったら勝てる。あー、元就、最終ゲームでレア役、左から赤7狙い、強地なら確定。弱チェ 50% の340枚です。追加投資。いやー、350超えです。これやめましょう。ポイント136ポイントですけども、ちょうど時間なので、17時41分ということでこの辺で乙女調査終了したいと思います。詳しくはエンディングにて。はい、お疲れ様でした。ただいまの時刻が、18時4分ということで、朝から乙女調査やったんですけども、サマイスの方から投資が49本、2254枚で回収が0枚ということで、サマイスがマイナスの2254枚ということで、最初出だしはかなり良かったんですけども、A 点行ってボーナススルーがちょっと目立った感じかなと思います。チャンスは3、4回ほどありました。そのチャンスをすべて逃してしまったこの結果と、いうことで、設定推測の方なんですけども、チャンスゾーンが33分の7で 21% で、終了画面が元就優先です。元就6の吉本1、信長1ということで、高設定よりで、直撃はなしですね。規定ゲーム数も350超えが3回と、最初はめちゃくちゃ軽かったんですけど、最後の方になってきてちょっとあれっていう感じで、エピソードが1回引いて、総理予想設定は2か3か4かなと、ちょっ
ょっと悪くもないし良くもないし、カスタンプが出なかったんが、うーん、4って言えないところですね。はい、で周りの、乙女なんですけれども、まあ、全体的に、朝から粘られておりまして、後ろのカンスケパネルの4台並びがかなり、挙動がいい感じかなと思います。ただ初代パネルの方も奥角が、直撃されておりまして、朝からまだ、粘っているので、もしかしたらあるのかなと、思います。あとバイオ RE2 が、まあ、朝から粘られている方が、3分の2で1台右肩上がりグラフで、もう1台が、強レイヤーからの直撃1回と弱レイヤーからの直撃1回ということで、おそらく3分の2であるのかなと、思います。他にはシンフォギアですね、スマスロのシンフォギア、そして、トラブルも、ゲーム数でバンバン当たるということで、あと3ラウンド目の、上位 AT も、2の2で、いってる台ありますんで、トラブルも良さそうです。はい、ということで、今回は乙女調査やったんですけど、最近フリーズも引けなくなってきてあれっていう感じですけど、まだまだ、今年、乙女打っていきたいと思いますので、ちょっと次回もしかしたらバイオ RE2、取れたら行っちゃおうかなと思っております。関東でまだ、少ないですけども台数ありますんで、ちょっと打てる時に打っておこうかなと思います。ということで、今回はウエスタンレース柳通り店様にて乙女調査でした。最後までご視聴ありがとうございました。